桃赤のスリは高めたかかに分類される猛金の一種。日本ではこの和名よりも英名をカタカナ読みしたハリス・ホークの名で知られる。英名、ハリス・エス・ホークはオーディボンにより同じ鳥類学者で彼のパトロン。さらには友人でもあったエドワード・ハリスへの県名として付けられた。アメリカ合衆国南西部からチリ南部、アルゼンチン中央部まで人に移入はされていないが、 近年イギリスでカゴ抜けした個体が野外で繁殖しているといった報告がある。本種の野生個体数は生息地における環境破壊により低減しているが、場所によっては新たに進出した地域があることが知られている。肖像成長の体長は46から 76cm、翼腸は 110cm、約40%の個体に性的不足なりが見られ、 メスの方がオスよりやや大きい。体重はアメリカ合衆国での統計によると、オスは平均して約7 1 0ム一方メスは1 0 2 0ム以上になる。灰色は黒褐色で肩、翼の裏側、ももが赤みがかり、微担当の基部は白、足と老膜は黄色い、とても不快な声でなく、幼鳥は成長に似るが、全体的に島っぽくなる。飛翔時には 翼の下側が茶色と高褐色の島になっているのがよく見える。主にソリンや半砂漠域に生息し、地域によっては木がまばらに生えた沼地などにも住む。南米ではマングローブの生える加工湿地にも生息する。流暢であり渡りはしない。小鳥、トカゲ、哺乳動物、及び大きな昆虫など、様々な生き物を捕食する。 体に比較すると大きなのウサギのような獲物を狩ることもあるが、これは本種が他の猛禽類に類例を見ない社会性を有しており、2から6羽の群れで狩りを行うからで、この習性は獲物の少ない砂漠の気候に適応した結果と考えられている。普通、猛禽類はどの種も通常単独で狩りを行い、繁殖期もしくは渡りの時以外に群れることはない。 またそれゆえ本種は様々な両方にも長けており、その一つが馬飛びリープフロックと呼ばれる両方である。これは、まず小さな群れが前方を飛んで獲物を探し、続いて後方の群れが前へ出て獲物を探すといった両方で獲物を仕留めて分け合うまで続けられる。また獲物の周囲をぐるりと取り囲んで一羽ずつ獲物に攻撃を仕掛けるといった狩りも行う。高性であり、 年に2から3回繁殖する。本種は、メス1羽、オス2羽の計算場で映像していることがよくあり、そのメスがどちらのオスとも交尾するので、一切多不正なのかどうか議論されている。巣は、メスが主となって小さな木、低木の茂み、またはサボテンにかけられる。本種の大きさに比べるとややこじんまりしており、外側には木の枝や根、茎といった素材を用い、中に葉、苔、 樹皮及びヒゲ根などが敷かれる。2から4個の白、または薄青白い地色に薄茶もしくは、グレーの小斑点のついた白い卵が産み付けられ、放卵は主にメスが担当し31から36日も、立てば孵化する。帰ったばかりのヒナは、当初薄黄色だが5から6日も経つと濃い茶色に変わる。ヒナは孵化後38日目には、巣から離れるようになり、45から50日も経つと、 羽が這い揃い飛ぶようになる。巣立った若鳥は長い時は三年間親と共に行動し、弟や妹の世話を見る。一族一種で、パラブテオ族は本種の実から構成される。俗名は、ラテン語のノスリブテオに、近いという意味のギリシャ語の説当時パラをつけたもので、首相名のウニは、唯一のシンクタスは、ガードルの意味で王を取り巻く白い帯を刺したものである。 地域変異により三阿衆に分類される。アメリカ合衆国のテキサス州、メキシコ東部、中央アメリカに多産する。アメリカ合衆国のバハカリフールニア、アリゾナ州、メキシコのソノラ州及びシナローアに産する。オッつ翼が元阿衆より長く、退職が元阿衆より国家するとされている。しかし、 その根拠となった報告はオス5個体とメス6個体の標本から得られたに過ぎないと言われており、後の研究では当初考えられたような大きな差異は見られないと結論されている。その態度の違いから生じた、クラインであるといった説も唱えられている。元は種、もっぱら南米に産する、北米産種より小型。葉とけ計用に変われる成長マドリッドのセルバンテス。広場にて、 社会性という得意な性質を持つため、愛顔帳として飼いやすく、猛禽、訓練もしやすくて、飼い主の愛情にも応えることから、1980年以降、本種は高狩りによく用いられるようになり、現在では、アジアを除いたアメリカ、ヨーロッパ、中東において、高狩りに用いられる最も一般的な鷹になっている。高狩りにおいては本種を2羽以上用いるのがしばしば効果的とされる。 獲物が血しぶきをあげると、この鷹は獲物をさらに追い詰めるため互いに資格を補い合ったりする。幸いなことに、本種は人間をも仲間と認めてくれるため、鷹上が獲物を取り上げるときはそれぞれ木に止まって休みを取る。アメリカ合衆国南西部の砂漠では、本種が積み重ねしたキングと呼ばれる行動をすることが観察されている。これは2から3羽の鳥が同じ木の枝それぞれに止まる。 行動で研究者によると、この時より群れの中で優位にある鳥は、実際には一番下の枝に止まっている個体であるとされている。というのも、動物行動学によると、群れの中で順位の低い鳥が、それより順位の高い鳥に接近されると、その鳥は枝を吸って高い順位の鳥に、そこを譲り、その一本か二本上の枝に移るからである。つまりこの場合、地上にいる鷹状が、 群れの中で最優位にあると高自身も認識しているわけである。よく訓練された場合、本種は大高波に容易にウサギを捕らえ、時には生地さえ狩ることがある。しかし、自然環境下における獲物は常実したように小さな、血子動物や、爬虫類である。高狩り用とは別に、ヨーロッパの街中にはびこるカワラバトや星ムクドリを追い払うのにも使用されている。また多くの空港において、 滑走路周辺から取りを脅して追い払い、バードストライクの危険を減少させるために鷹城を雇っている。ありがとうございます。